プ R といえば、シビックタイプ R？ 普通タイプ R といえばホンダだよな。だが約30年前にマツダにもタイプ R が存在していたんだ。それってどうなの？遠慮してカスペック R とかバージョン R とかなら聞いたことあるけど、ど真ん中のタイプ R がマツダにあったの？決して遠慮はしてないが比較されるとヤバいと呼び方を変えるのが普通だよな。今回のゆっくり解説はバブルが吹き飛んだ1991年から2年後に発売されたマツダランティスを取り上げるぞ。マツダランティス？全く記憶にないんですけど、もしかして今回はしくじり車？これがタイプ R？ バカ野郎、ランティスのことをしくじり車なんて言うな。確かに初代1台限りだったが、オートリーリアスポイラーが有名だった。一部のマニアには、こういう風な車には必ず熱狂的なコアなファンがいるんだから、これを見れば必ず思い出すだろう。こういう風なとはどんな風なのよ？こういう風なとはこういう風なだ。だが世間の皆さんは大きな誤解をしている。発売された時期が悪すぎた。バブルが崩壊してから発売してしまい売れなかったんだ。だが車はバブルの真っ只中に設計開発され非常によくできてた車だった。このアングルからはめちゃくちゃかっこいいと思わないか？確かにかっこいいと思うけど残念。普段はこんなローアングルからは見れないわ。それに、バブルのせいにしてるけど、バブルが崩壊してなかったら売れてたってこと？いや、それはわからないが。他メーカーにもそんな不遇な車がいろいろあったわね。前置きはいいから早く解説をしてよ。それでは今回はタイプ R というグレードもあったマツダランティスをゆっくり解説していきます。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。どうだ、今は亡きマツダスピードの文字が誇らしい。なんですかこれは。フォードシエラ RS コスワースより高い位置についてるわ。シエラは中段、ランティスは最上段だぞ。これだけ高ければ後方視界もいいし、ダウンフォースもすごいんだろうきっと。広島にちなんでオートリースポイラー、すごいぞ。盆栽を置くのにはちょっと高すぎるわね。80年代に入りマツダは今までの大衆車メーカーから高級車メーカーへの転換を画策していた。そしてバブル景気に沸いた80年代後半、海外依存から国内販売強化を目指し大胆にも5チャンネル構想 D10 計画を打ち出す。1、マツダ10、従来のベーシックな車。2、オートラマ10、フォードの販売10。3、アンフィニー10、今までのオート10、高級スポーケ車。4、ユーノス10、個性的な高級車。5、オートザム10、軽自動車の販売10。なぜに一気に3チャンネルから5チャンネル化したの？トヨタや日産がしてたかららしいぞ。当時の生産台数はトヨタの3分の1ぐらいだったのに。それは無茶だわ。さらに600億円をかけ山口県防府市に第二工場まで建設してしまったんだ。昔のマツダは博打打ちよね。自分の足元をちゃんと見ないと。そしてバブルが弾け1990年をピークに生産台数は激減。再建に対し銀行では無理と見放され。1996年、当時提携していたフォードが株式比率を 25% から 33.4% に上げ、外国人が社長となりフォードの傘下に入ることとなる。その後はズームズームと、堅実な経営を行い、逆にフォードの経営不振により2015年には36年にわたるフォードとの資本提携は終了する。そんな激動の1993年8月にランティスは誕生する。社名の意味はラテン語で秘密の城、私たちの城という意味で付けられた。キャッチコピーは新しいスポーティーコンパクト。カタログにはこのセダンはスポーツカーでもある。このスポーツカーは快適セダンでもある。と書かれていた。どっちなんだい？設計開発が始まった89年頃はバブルが弾けた直後でまだ大打撃を受けてなかった時期、コストカットもなくきっちりと贅沢に設計されていた。ボディバリエーションは5ドアハッチバッククーペと4ドアセダンの2種類。4枚のドアは共通だけど、それ以外は前後全く違うボディ、なのに2台ともランティスっていうのは何かに合うわねー。おう、鋭いな。実はバブルが弾けた時にはすでに2台は完成しており、5ドアハッチバックはファミリアアスティナの後継車。フォードアセダンはアンフィニー10用で決まっていたが、整理統合と広告宣伝費削減により2台を一括してランティスとして発売したんだ。そうよねー、バブル破綻後に違うボディで同じ社名の車が販売されるのって不自然。発売早々波乱万丈ね。マツダのラインナップの中ではファミリアとクロノスの中間のポジション。この頃のマツダのデザインは曲面を多用したダイナミックなデザインが多かったわね。だが他チャンネル化で他車種少量生産でやたら派生車が多くわけがわからなくなっていたぞ。ここはしくじり車の宝庫か？それって今のマツダにも当てはまるんじゃない？背景は違うが似たようなデザインは多くなってるな。もちろんそれがメーカーの狙いでもあるだろうが。私は CX60 の次のデザインに注目だ。今まではパッと見でかっこよかったけど、ちょっと変な方向に行きかけてるような。エンジンは2リッター V6 DOHC24 バルブの KFZE170 馬力と 1.8 リッター直4 DOHC16 バルブ DP135 馬力の2種類。
60°V6 の KEZE の開発期間は5年、軽量コンパクトをテーマに前作より 30mm 低く、60kg も軽かった。コンパクト化されたことでこの低いノーズが可能だったのね。 60kg も軽量ってすごい。マツダにはプレッソに搭載された 1.8Lv6 エンジンもあったわね。その後三菱が 1.6Lv6 を作るんだ。どちらもいまいちの売り上げだったが、アルミブロックのシリンダー、中空カムシャフト、アルミラジエーターなどで軽くしたんだ。VRIS 可変共鳴可吸システムや、エンジンサウンドにもこだわり BMW を参考にサウンドチューニングを施している。サウンドチューニングなんてこのあたりはバブルの恩恵ね。V6 の KFZE はクロノス用は160馬力だったが、ランティス用にはレブリミットを500回転アップさせ10馬力アップの170馬力になっている。ファミリーセダンと同じジャスポーティーコンパクトとは言えないものね。マツダの本気が伺えるんだが、噂ではこのチューニングはポルシェがチューニングしたと言われているんだ。5ドアハッチバッククーペのサイズは全長4245前幅1695前後1355ホイールベース2605車両重量約1200キロ。フォードアセダンとのサイズの差は全幅、前後は同じで、全長が約250ミリも短い、長いホイールベースに前後のオーバーハングが短いのが特徴。トランクをぶった切ったリアビューとフロントマスクが斬新ね。コンセプトカーみたいと言ったら褒めすぎかな。デザインはドイツにあるマツダ欧州の開発拠点 MRE が担当。フロントマスクは先端に行くに従って急激に落ちていくグリルレスのスラントノーズと、プロジェクターヘッドランプ内蔵の薄く小さなヘッドライトが非常に個性的だ。この頃はまだノーズ先端を低くできたからシャープな印象。この唯一無二のあっさり感が独特で今見るとすごくいい感じ。独特のフェンダーラインも躍動感があるぞ。リアは最短で切り落とし、ハイデッキにして低いフロントから後方に行くに従って高くなる躍動感のあるデザイン。フォードあってところが面白いぞ。その後このデザインはファミリアネオに引き継がれる。何が違うんだろう？ファミリアネオになるとぐっと普通っぽくなるわね。似て非なる？グリルレストライト、ノーズの置き方、ランティスはやっぱりいいぞ。そしてこれがランティスタイプ R2000、特にスペシャルチューニングはされてはなく、普通のグレードとして発売されていた。これをベースにマツダスピードがチンスポ、サイド、リアスポをつけたのがランティスタイプ R マツダスピードバージョンだ。ちなみにこの画像はプラモデルです。ですがランティスのプラモデルは発売されていないので、なければ作れで有名モデラーがゼロからフルスクラッチ全自作したものです。これはヤバいですね。タミヤ製といっても通用するレベル、ランティス愛を感じるわ。オートリーリアスポイラーこと、モノポスト式ハイウィングでトランクに付けられたリップスポイラーが声優効果を高めるらしい。素朴な疑問、切り抜いてあるところを塞いだらどうなるんだろ？いい日よけにはなるな。それとこのリアハッチは重すぎて開けた状態でも自然と閉まってくるんじゃないか？そこが気になるぞ。インテリアはごく普通のセダンだが、フロントシートのショルダー部分の形状がホールド重視で走りを予感させる。マツダはエンジンよりもシャーシーが重要と軽量光合成のシャーシーを新開発する。初代ロードスターがバカ売れして儲けた利益で作っちゃったのね。サスの取り付け部は特に入念に強化し、タワーバーを装備する徹底ぶり。サスペンションは前ストラットコイル、後ろストラットコイル、ブレーキは前ベンチレーテッドディスク、後ろディスク、タイヤは 205050R16、開発テストの仕上げはニュルブルクリンクで行われた。雑誌のテストでは04では 16.0 秒を叩き出し、光合成なシャーシーからなるシャープなハンドリングはジャーナリストからの評価も高かった。そんな走りのランティスは94年から始まった JTCC、イギリスの BTCC に参戦することに。JTCC ってどんなレースなの？2リッター以下のフォードアの市販車ベースのレースで回転数はリミッターで8500回転までに制限され、各メーカー意地とプライドをかけたワークス体制での参戦、ガチンコのスプリントレース。ロータリーでルマンを制覇し、今度は V6 レシプロエンジンの格好のプロモーションになると考えたんだね。ランティスは光合成の空力ボディ、他メーカーの直四に対して V6 パワーで注目されていた。チーム運営はマツダスピードが担当。だがいざ蓋を開けてみると熟成不足で乾燥するのがやっとの状態。8500回転のレブリミットが原因なのか自慢の。V6 パワーも290馬力、後に参戦することになるファミリアの4気筒でも285馬力出ていたことを考えると重量が重いエンジンがハンデとなってしまう。94年のカローラの4気筒の 3SG は300馬力出ていたらしいわよ。フロントヘビーでミスタールマン、寺田洋次郎氏をもってしても苦戦してしまう。結局、2年目からは小型軽量のファミリアでの参戦を並行して行い、マツダの業績悪化に伴い3年目で撤退してしまうことに。日本ではいまいち人気がなかったランティスの国内生産台数は約4年間で約 4.3 万台と少なかったが、海外では 323F、323アスティナと呼ばれ人気を博し、その後も生産は継続され約20万台も売れたんだ。バブルは日本国内限定だったし、デザインも外国受けするデザインだったのね。
この時期のマツダはたくさんの車種を発売したが、今振り返ってランキスね、あったあった。と思い出してもらえるのは他にはユーノス500とプレッソぐらいだと思うぞ。どちらも微妙だけどね。それだけ個性があったってことだ。中古車情報サイトでランキスを検索したところ4台にヒット。23年5月現在、内訳は5ドアハッチバック、クーペ4ドアセダンともに各2台ずつの合計4台だけでした。いじってあるタイプ R とマツスピオートリーリアスポイラー付きタイプ G 1.8 リッターが1台ずつ。セダンはどちらもタイプ R で2リッター V6 5速 MT でした。価格は支払い総額で約90万円から約110万円。この個性的なデザイン、バブル時代のしっかりした作り込みのランキスに興味のある方はぜひ覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。